そうだ、私先生にプリント運ぶように言われてるんだった。うん、ありがとう。それじゃあ行こっか。いやー、助かっちゃうな。あなたって頼りになるね。だからリーさんだっけ、天使の人もあなたを頼ったのかも。天使、それに悪魔か。実際どうなの、悪魔問題順調？したかな。お城？お城って壁だね。壁に何かいたの？あれ？うん？変なの。まあいつまでも話してても仕方ないし、早いところ職員室行こっか。先に行ってるね。今。確かに七子様の影、おかしかったですよね。あの形、まるで悪魔。もしかしたら七子様は悪魔に取り憑かれているのかもしれません。でもそうだとしたら悪魔の気配を感じるはずですし。マスター、七子様のことはしっかり見ておいた方がいいと思いますです。それでは参りましょう。マスター、ここが悪魔さんから指定のあった場所です。やってきたですね、悪魔さん。さすがのクロナもそろそろ堪忍袋の尾が切れそうですよ。こちとら卒業がかかっているですからね。今日は本気で行かせてもらうですよ。マスター、お願いします。悪魔さんを倒しちゃってください。アホ天使に肩入れするなんて、やっぱり人間はどうしようもないです。天使に組みする愚かな人間よ。このクロナ様が直々に片付けてやるんです。頑張ってください。クロナの力見せてやるんです。Thank you.
これで学校内の騒ぎも収まることでしょう。残念でした。この声、お前が倒したのは黒な事件ではないで。そんな、あなたはさっき倒したはず。ボコボコにされたさっきのは黒なの分身のようなもの。無駄足お疲れちゃんです。死んだなんて、学生なのにすごい魔力です。ふふん、クロナも最近知ったのですが、クロナは悪魔学校始まって以来の膨大な魔力の持ち主。人はクロナのことを魔力量だけなら大天才と呼び叩いているのです。それってバカにされてるような。首寸前の落ちこぼれ天使に何を言われてもクロナ全然気にならんです。お、落ちこぼれ、何も根拠にそんなこと。根拠ならここにあるですよ。それ私のカードキーです。これにアホ天使の成績やら評価が詳しく書いてあるです。いやー、びっくりするぐらいの落ちこぼれ社員ですね。同情するです。黙っていてすみませんでした。
実は私、会社でも窓際天使、何をしてもうまくできないダメダメな天使なんです。今回のお仕事がラストチャンスでして、期間内に悪魔撃退ノルマを達成できないと私クビになっちゃうんです。マスターをパートナーにしたのも好きで選んだわけではなく、その残っていたのがマスターだけだったからだったりで。マスター、マスター、私感激しました。感謝感謝、大感謝です。不甲斐ない好みではありますが、精一杯マスターをサポートいたしますね。今日は大変でしたね。よく来たな兄様。実は前から兄様の持っているデビルスイーパーに興味があってな。私がそれパワーアップしてやろう。何、大丈夫だ。私に任せれば全てがうまくいく。それじゃ改造を始めるぞ。なかなか興味深い構造だな。改造成功だ。さすが私。また気が向いたら改造させてくれ。大活躍でしたね。どうしたんだ？お菓子くれるのか？さすが兄様。しかし不思議なもんだな。兄様とは知り合ってからそんなに経ってないのに、こんなに話せるのはメカと兄様ぐらいだ。メカはいいぞ。わけわかんない罵倒とか怖いこと言わないし、こっちの計算さえ正しければきっちり予想通りに動いてくれる。人間とは大違いで可愛いぞ。私ら気が合うな。あ、そうだ、メカといえばこないだ日頃のゲーム疲れを癒すため手製のマッサージメカを作ってみたんだけど、これが思ったより効かなくてな。今日も私はコリと戦っているわけだ。それって兄様が私をマッサージするってことか。まあ確かに体は凝ってるんだよな。よし、わかった。ちょっと待ってろ。今そっちの部屋に行くから。待たせたな。ではマッサージを頼む。言っとくけどエッチなのは NG だからな。エロい、手つきがエロいぞ兄様。
んだ。兄様、なぜそんなにテクニシャン。何か用か？お菓子くれるのか？さすが兄様。兄様は携帯機派？それとも据え置き派か？アーケード派や最近じゃ PC 派ってのもあるな。あ、もしかして非電源派だったりするのか？昔の子供向けグルメ漫画で駄菓子を料理に使ってうまーいってやるのがあるんだけどさ、こないだ試しにやってみたんだ。別々に食べた方が絶対うまい。案外人間界の方がのんびりできているのかもしれませんね。金なら1枚、銀なら5枚か。また明日です。そろそろ悪魔退治には慣れましたか？期日までまだ時間はありますが、油断は禁物ですよ。気を抜かずに明日も頑張りましょう。それではおやすみなさい。必死に探すワンちゃんがとっても可愛くてね。ちょっとかわいそうな気もするけど、あんなに可愛いんだもん。つい意地悪したくなっちゃう気持ちも分かっちゃうな。出発です。前にいますです。移動完了です。
疲れちゃいました。もう気になっちゃう。
マスター。私考えてみたのですが、やはり七子様は悪魔に取り憑かれていると思われます。しかし普通の取り憑かれ方とは違うのも事実。念のためここは天界に伝わる強力な悪魔払いの儀式を行いましょう。大丈夫です、おばあちゃんに教えてもらった我が家自慢の神聖な儀式ですから。ではマスター、七子様を電話で呼び出してください。私はその間に儀式の準備をしておきますので。来たよ。どうしたの、こんなところに呼び出して。しかも体操服でとか注文が細かいよ。今です。ちょっと何これ。すみません七子様、私の声は聞こえていないとは思いますが、聖なるロープにてあなたの身柄を拘束させていただきました。これも全ては七子様のため。天使も時には心を鬼にするのです。さあマスター、七子様に聖なる聖水をビルビルっと引っ掛けちゃってください。何？え？何？冷た。様に取り付いた悪魔も退散することでしょう。寒いよ。最低だよ。信じられないよ。私もう帰る。あれ、私もしかしてやらかしてしまいました。